早乙女くん超つらそう。はいビンゴ。冷たい麦茶でもどうぞ。おお気が利くな。私にもうランマったら秋っぽいんだから。まだやんなきゃなんないことたくさん残ってんのに。いいじゃないですか茜さん、僕がランマの分まで働けばいいんですから。なにいい子ちゃんぶってやがんだ。一緒に遊びたき遊べば。リョーガちゃんもあいにくとな。俺はスチャラカなお前とは違うんでな。よく言うぜ。おめえの場合は海に入りたくても入れねえわけがあるだけだろ。ふーらふら冷たくて気持ちよー。カムカムピーキャラルン。貴様アカネさんの前でやってはならん冗談を。うるさん。リョーガくんったら冗談よ。ムキになっちゃって聞く耳持たん。悔しかったらここまでおいでーな。ランマー許さーでーもうランマから。リョーガくんも相手になっちゃダメよ。本当にいつも仲がいいわね。もたもたするでない。テーブル拭きが終わったら便所掃除が待っておるでな。まったく人使いが荒い店じゃのう。まっそこのアルバイトへ何か言ったか。あれラーメン日は上がり行くぞ。はいはいはいねあいやラマのところ届ける。私が行くね。ああ、マツダシャンプー、オラも海で遊びたいだ。お主は仕事じゃ。愛しのランちゃんへ。出来上がりや。特製シーフードお好み焼き、自信作やで。ヨーガ、しつこいぞ。ランちゃん。バセヤマ、その減らす口一生塞いでくれる。冗談じゃねえかよ、シャレのわかんねえやつだな。豪華ラーメン伸びないうちに食べる。何言ってんねん。ランちゃんはうちのを食べるんや。こっちこそ何か私の方が先だったね。ランマッカキラー。えーあ二人とも何やってんだ。危ねえぞ。どけどけ。ランちゃんはっきりしてよ。そうね、どっち食べるか。あのな、ハッピー産業。出やがったなこのスケベ妖怪。海はいいの。普段はおとなしい乙女たちも夏だけは水着ギャルに大変身じゃ。我が青春の喜びここにあり。やめて。やられたな、ランちゃん。えぇーいただきいただきあんたじゃねえ。あ、ランちゃん。うん、うわっここまでおいでガンナガンナ待て、ジュジュ待て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 Thank you.
じ。海来てよ、海。そんなお金あるわけないでしょ。頼もう。この夏、ついに久能立脇専用の豪華クルーザー、ヴィンセンス号が完成する。ついては、記念として天道茜とおさげの女を、その処女航海に招待してあげよう。本当？行くわ。まあ、嬉しいわ。今の話本当か？クルーザーとは豪勢やな。悪くないな。ただなら行ってやってもよいだ。ハッピーはどうするのじゃ？せっかくのご招待、イカズマなるマイティ。誰もお前らまで誘っとらんわ。やっぱり夏は海だわね。ほんと気持ちいい。今回ばかりは久能先輩に感謝しなくちゃな。でももうどのぐらいまで来たのかしら。そうだな、先輩に聞いてみっか。おい先輩、おい久能先輩。素晴らしい、この果てしない大海原、やはり海こそこの僕にふさわしい。あれを。ランちゃん、今ラジオ聞いてたら嵐が来るらしいんやって。大丈夫やろか。引き返した方がよくないか。そんなこと俺に聞かれてもなあ。心配無用だ、お下げの女。このヴィンセンス号、嵐の一つや二つではびくともせぬわ。来るなら来い。さすがの最新型クルーザーも嵐の前にはひとたまりもなかったってとこね。なんか気の毒ね。でも私たち本当に日本に帰れんのかしら。マタジニー、なんだよ。返せよ。はぁ、あ、愛しのヴィンセンス号よ、今直してやるぞ。やっ、はい。てめえ降りてきやがれ。やーじゃよー。先輩、マストが。なんだい、お下げの女。マストがどうしたって？ん？壊れてマスト。なんで俺が悪いのは、このジジイだろ。あんただって一緒よ。そんなことより今何か変な感じがしなかったか。ごまかそったってダメよ、あんたいっつもそうなんだから。直せばいいんだろ。そうよ、ちゃんと直しなさいよ。まだやってる。ほんと仲がいいわよね。ねえ、かすみお姉ちゃん。お姉ちゃん？ん？もも？なに？かすみが消えた！昼間から行方が知れないのよ。一体どうしちゃったのかしら。お姉ちゃん黙って出かけるなんてことしないのに。かーすみー、あかねさん。なーに、消えたと言ってもこの島からいなくなるわけじゃなし、そのうち戻ってくるでしょう。おめえは全く状況が見えていないようだな。かすみさんが夕食時までに戻らないってことはだな、俺たちは茜の作った飯を食わせられるってことなんだよ。そうなったら俺たち全員腹壊して全滅か。聞こえてるわよ。
こんな時に何の心配してんのよ。もう。それはそれとして、あのしっかり者のかすみさんがこの時間まで戻らぬとは、やはり何かあったに違いあるまい。お父さんはこのありさまだし、暗くならないうちにみんなで手分けして探しに行きましょう。そうね。これはまだとないチャンス。ここで一つ茜さんにいいところを見せて男をあげれば、涼也くんって頼りになるわってなこと。安心してください茜さん。僕は必ずかすみさんを。あれ？あれ？お？かすみ。かすみ。仲良く行こう。かすみお姉ちゃん。こっちの方にはいないぜ。そう。ちくしょう。どこへ消えちまったって言うんだ。そんなに広い島でもねえのに。ランマ、あとは任せたぞい。おい、ジジイ、どこへ行くつもりだ。ちょいと腹が減ったのでな、シャンプーちゃんのところでラーメン落ちそうになってくれぞい。シャンプーを返せ。いきなり何するんだ。それはこっちのセリフだ。向こう殿、うちのシャンプーを知らんか。え、いねえのか、シャンプーも。夕食の支度をしておったはずなんじゃが、この通りじゃ。まるで神隠しにでもあったようじゃの。ランマ、どうしたの。こんなもんが。桃の実。かすみさーん、かすみさーん、かすみさーん。これだけ探しても見つからないとなると、やはりかすみさんは何者かに誘拐されてしまったのかもしれんな。そんなバカな。ここは無人島ですよ。サラ王にも人がいないじゃないですか。甘いぞ涼牙君。南海には昔から巨大な人食いだこが住んでいると聞いたことがある。それではもしかしてかすみさんは。早く見つけないと、かすみさんが食われてしまうかも。くそ、あのタコが。くろ、あんたら、こないなところで何しとるん。これは右京くん。いや、実はかすみさんが、あれってタコ踊りして人。は？あ、いや、つまりかすみさんが昼間から行方知れずになったままなのだよ。なんやって、かすみさんが。ということは、今の天道家には飯を炊く女がおらんいうことや。ランちゃんに近づくチャンスやんか。ランちゃん今行くで。おいおい、待て右京。一人で出歩いてるとかすみさんのように。どこ行くよ。どこ行く。なびき。どうしたのお父さん。なんかあったのか。なびき、まさか天道なびきが消えたのだ。くの、お姉ちゃんが。文字通り消えたのだ。こうすっ、え、先輩。安心せえ、下に落ちただけじゃ。ちゃ、脅かしやがって。もうなびき。あれは桃。ただ大変じゃ。宗教が消えちまった。これを残して裏若き乙女たちばかりが何の前触れもなく突然に姿を消してしまうとは。警告じゃ。警告？一体誰の。それはわしにもわからぬ。じゃが、霞なびきシャンプー、そして右京が姿を消したとなると、次に狙われるのはわしじゃな。誰が狙うか、このミラ。失礼なわしだって女じゃ。いずれにせよ、この次に狙われるのは茜くん、それともう一人。ん？あ、ちょっとなんだよ。おい、まさか。ちくしょう、離せ。なんで俺がこんな目に遭わなくちゃなんでんだよ。本当にあんな餌で犯人をおびき寄せられるんじゃろうか。さあな、まあやってみる価値はあるじゃろうよ。うまくいくかしら。あかねさん、何があったんだ。ヨガくん、ヨガ、足元の影を打って。
伐採点検。よくぞ我が現実影帽子を見破ったでござるな。褒めてやろう。猿が喋った。嘘。誰が猿でござるか。いかん、婿殿を忘れてた。うわあ、ちぎゃち、来るな来るな、早くやかんを。閉めて。逃がすか。正体見せやがれ。なんだ。はじめまして。僕は桃源郷の現実王子、トーマ。王子だ。ガキが何の用で変な術使いやがって。おっと、これは失礼。これでいかがかな。こら、オラの可愛いシャンプーをさらったのは己だな。いかにも、すでにこの島に流れ着いた女の子たちはあらかた桃源郷の方に案内して差し上げた僕の花嫁候補としてね。どうだい、そこのお嬢さん、君もその中の一人に加えてあげてもいいけど。花嫁候補だと笑わせるな。そうよ、今すぐお姉ちゃんたちを返しなさい。僕の言うことが聞けないというのなら、桃源郷に伝わるこの聖水で君を男に変えてしまうよ。そうすれば君はもう女として他の男を愛することができなくなるのだ。ふん、サルトル。ほほ。これに何をする気だ。男がどうとか言っとったの。まさか。なんと男になった。あの水さえあれば男に戻れる。さあ、男になりたくなかったらおとなしく僕の言うことを聞く。わけねえだろ。水よこせ。沈まれ、プレイモノ。男どもに用はない。くらえ、我が最大の奥義、妖言乱撃だ。婿殿。お金か。うわぁ、冷てぇ。俺どうして。やっと気がついたかの。確かトーマとかいうガキと戦って、なんともね。さよう、あの炎は奴の幻覚だったのじゃ。ってことは昨日のことは全部幻。ん、そうでもねえみたいだな。あれを見よ、婿殿。あんな島、昨日まではなかったぞ。あれは伝説の桃源郷。あそこにトーマの奴が。ランマ君、君は霞なびきにとどまらず、茜までさらわれてしまったのかね。ご安心ください、お父さん。この響き龍河が必ず茜さんを無事連れ戻してまいります。いつから私が君のお父さんになったの。俺も行くだ。おばば殿。誰に話しかけとるんじゃ。婿殿にはシャンプーをさらわれた責任を取ってもらわなければならんな。言われなくったってあの島へ行くぜ。あそこには男に戻れる水があるんだからな。うりゃーちゃー。おい、てめえら。バカ。おお、お下げの女、無事であったか。ねえ先輩、私お願いがあるんだけど。お願い。あの島へ渡るぐらいだったらこの救命ボートで十分だ。必ず手に入れてみせるぜ、あの水を。
ましてござる。何よここは。トーマ様の花嫁候補の控え室でござる。花嫁候補って、ここにいる人全部が。いかにも。ごゆっくり。あかねちゃん、右京、あかねちゃんまでさらわれたんやね。うん、じゃあもしかしてこの人たち。そうや、この辺りの島々から女の子だけが行さん集められてるみたいなんや。さらわれたのは私たちだけじゃなかったのね。うちそんな得体の知れない男と見合いするなんて嫌やわ。どないするあかねちゃん。大丈夫よ、ランマたちが助けに来てくれるわ、きっと。ダンちゃんが。そっか、そやね、うち愛されてんのやな。あのね、別に右京だけ助けに来るわけじゃないんだからね。どうやらあそこが入り口のようだな。あのマセガキ、今度会ったらただじゃおかねえ。どうするだ。知れたこと、正面から強行突破あるのみ。行くぜ。待たれ。よいか婿殿、シャンプーたちが人質に取られておることを忘れるでないぞ。そうか。こういう場合は常に隠密に事を運ぶのが定石というものじゃ。なるほど、さすが亀の甲より年の甲。うん、何どうしたの。しまった、もう見つかったか。おい、ここまでおいで。てめえちょっと見ないと思ったらどこ行ってやがったんだ。いや、花嫁候補のギャルをいっぱい集めているって聞いたんでな、一足先に潜り込んでおったんじゃん。くせ者やすな。ランマ、あとは任せたぞ。え、おい、わあ、なんだ、人が倒れてるじゃん。女でにゃか。女を逃がしたとトーマ様に知れたらどえりゃ網に合うかやって この女で最後だがや、ご苦労。おや、あなたどこかでお会いしませんでしたか。まずい。嫌ですわ、それってもしかしてナンパのおつもり。あ、いや、確かに見覚えのあるような顔なのだが。失礼。あ、いや、またれ。これからトーマ様にお会いしていただきますので、どれでも好きな服を選んでくだされ。精一杯おめかししちゃいますわ。こりゃすげえ、よくもこれだけ。まったくじゃ。ん？おそらく方々の村から強奪してきたものに違いなかろう。ばあさん、いつの間に。さあ、婿殿、わしが見立ててあげようかの。そいつは助かる。よろしく頼むよ、ばあさん。お待たせー。はーい。ではこちらへ、会場までご案内いたしまする。こっちね。よっこしょっと、歩きづらくってしょうがねえ。我慢じゃ、婿殿。すげえ、こんなに女かき集めてたのか、あのマセガキ。あら、あれランマくんじゃない。え、ランマ、ランマ、おい、助けに来てくれたね。ちょっと、やっぱり私のこと愛してるのだな、ランマ。違うよ、俺はただ女同士で何やってんのよ。もう、ダンちゃん、ここやで。ランマくん、いらっしゃい。どうなってんだよこりゃ。てっきりあのガキにこき使われてると思ってたのに。それが
私たちこの島のお見合いに呼ばれたらしいんだけど、まるでうちらのことみんなお姫様扱いなんよ。お姫様そうなのよ。ここの男たち何でも言うこと聞いてくれるのよ。もう笑いが止まんなくって。あ、ウーロン茶ちょうだい。はは。お姉ちゃんちょっとやりすぎじゃん。どうやら本気で見合いさせる気だな。ご来場の皆様、桃源郷の王子トーマ様のお出ましでございまする。あら、年下なの？年下というよりガキやな。うちの相手は10年早いわ。私は気にしないわよ。もしあの子の花嫁の座を射止めれば、この島の女王様ってわけでしょ？いいチャンスかもね。うん。お姉ちゃん！何言ってんの！早くこんな場所から逃げ出さなくちゃ！ランマ、どこ行くか？ランマ！ねえ、トーマ様。誰だい君は。あら、お忘れになったの？私あなたの言い名付けよ。言い名付け？そんなもの作った覚えはない。ひどいわ。あなたと結婚の約束をしてから13年と3ヶ月ずーっとあなたのこと待っていたのに。知らないと言っているだろう。しかしどうしても僕の嫁になりたいというのなら、これから行う格闘お見合い合戦に参加したまえ。格闘お見合い合戦だ？これより格闘お見合い合戦を始めたいと思うでござる。最後まで勝ち残った女性がトーマ様の花嫁になるわけでござる。この勝負絶対勝ち残ってやる。え？何言ってんのよ。第一チェックポイント、花嫁たるもの繊細な動きと強い忍耐力が必要不可欠。そこで米渡しレースで勝負でござる。運動会じゃないんだから。冗談じゃないね。なんでうちらがこないなことせなあかんの？お見合い合戦に参加しないという方にはこれを。なんやこれ。貸し衣装代、美容着付け代、食事代、男性アシスタント代、その他もろもろ、締めて10万3000円の請求書です。ただじゃなかったのか？参加しない方からはきっちりお金をいただきます。出るしかなさそうね。位置について、よーい！こんなもん、家中天津山栗県のスピードを持ってすれば、茶の子再再でできたねえねえ、どう？うまいもんでしょ。うん、あたしが一番キャー。やった、これであのひょうたんは俺のもの。なんだ、意外と面白くなかったな。あ？わかりました。それでは次、なんだよ、今の俺が一番だったんだぞ。今のはつまんなかったからなしとする。なしって、そんな無茶な。ほら、早くしないと次のが始まるぞ。いけるということで、生き残りサバイバル稼働で勝負でござる。では、始め。これって、もしかして、やっぱり人食い場なの？こんなもん行けられるかいな。トーマ助けて。こいつを行けりゃいいんだろうが。無差別稼働早乙女流にございます。見事。ランマバカ、何考えてんのよ。もう早く助けなさいよ。あれ、アカネ、おめえそんなとこにいたのか。何やってんだ。おい、次だ。はい。では次の用意だ。ちょっと待て、今のもなしにするつもりか。だってそんなに簡単に一番を決めてしまったら面白くないじゃないか。何？勝負で長持ちが一番。そこで軽くマラソンをしてもらうでござる。お、なんだ。
なんだ、ネズミなんかどうってことねえぜ。にゃーにゃー猫みたいな声出しやがって。ああ見えてもさすが我らのお師匠様、伊達に女の尻ばかり追い回していたわけではないと見える。間違いない、ここがそうじゃ。あの扉の向こうにさらわれた茜さんたちが。よし乗り込むだ。茜さん、ジャンプ。お呼びでない。これまた失礼いたしました。バカな女。トーマさんはどうでしょう。もうそろそろ花嫁を決められては。まだだ。こんなに面白い見せ物は久しぶりだ。見ろ、あの女の間抜けぶりよ。ランマ君大丈夫かしら。ランマ君パイト、私たちの分まで頑張るのよ。次のチェックポイント、ランちゃん。まだまだ、こうなりゃコンクラベだ。なったら、何意地になってんのよ。勝負でござる。それでは、よーい。ここは、どこじゃ。あれは、だれー、かすみー、なみきー、ヨナくん。お父さん、お前たち、何しに来た。大当たりってところじゃな。ああ、そのようだ。トーマ様の御前である、控えろ。何を偉そうにこの人さらい。アカネさんを返してもらうぜ。面白い。こんな騒ぎもまた一興だな。せいぜいこの宴に花を添えるがいい。やれ、しょとめ込んでやるか。知らずすまんが、シャンプーのためじゃ。くぜ、でぇ、うりゃでぇ、負けるもんか。できた、サオトメ流特製オムライス。くこの非常時に何するんだ、火星戦か。いいぞ、やれ。お前は。なんということを。いい加減にしなさい。女の子を暇つぶしの道具に使うなんて最低の男のすることよ。本気の嫁さんが欲しいんなら自分の誠意を見せなさい。口を慎め、王子様に向かってなんてことを。お前、名は。え、天道茜よ。茜か。決めた、サルトル、決めたぞ。僕の花嫁はこの女だ。え、よし、何。ちょっと皆の者、格闘お見合い合戦の優勝者はこの天道茜とする。茜さんが。どういうことかな、早乙女君。わしにもさっぱり。茜、何やったの。取り入ったんやろか。冗談じゃねえぞ。私は別に。初めてだ、こんな気持ちは。いいな、サルトル。承知してござる。して、残った女たちはどのように。構わん、皆も嫁を取ればいい。兵士たちにもそう伝えるがよい。ありがたきお言葉、皆も喜びましょう。皆の者、お許しが出たぞ。ワンタ、急ごうぜ。あう、なんだ、ハスミー。どい、お父さん。おお、やったな、ワンタ。あう、シャンパー。なんと、まあ、元気な奴らよ。さあ行こう、茜。うん、待て。ランマ。また君か。トーマ、悪いことは言わねえ。考え直すんなら今のうちだぜ。何？そいつは料理は下手だし可愛くねえ、色気もねえ、おまけにずんどん泳げもしねえ、ガサツで乱暴で日本一不器用なんだ。まあ、茜なんかより
私の方がずーっと花よ、レニー。何よ、助けに来てくれるかと思ってればバカみたいにヘラヘラと媚び売ってよく言うぜ、自分だってそんなチャラチャラした服着飾って案外まんざらでもなかったんじゃねーの。そんな風に思ってるなら勝手にすればいいじゃない。もうあんたのことなんて知らない。さあ行きましょう。僕に捕まって。待て。かすみ、なびき、あかね。あのガキ、このままじゃ済まさねえ。はぁ、僕の部屋気に入ってもらえた？ええ、あれは？ん？これは僕と母さんを描いた絵なんだ。お母さん？僕が生まれて間もなく死んだんだ。時折思うんだ、どんな人だったんだろうってね。トーマくんもお母さんが。アカネもそうなの？うん、でも私にはお父さんもお姉ちゃんもいるし。僕だって別に寂しくなんかないのさ。この島のものはみんな家族のようなものだし、それに今はアカネがいる。トーマくん、アカネといるとなんだか気持ちがいいんだ、とっても。そんな、私なんかよりもっと綺麗で素敵な女の子なんていっぱい。この島は中央に湧いている落ちたものを男に変えてしまう泉の魔力によって古来より男しか生まれない、いわば呪われた島なんだ。男に変える水。あれは？あれがその泉さ。あいつのせいでよそから嫁をもらうしかなくなった。トーマくん？と言ってもこの泉は島を守る神聖なものなんだ。よいか、泉のことは僕たちだけの秘密。アカネはいてくれるよね、僕と一緒に。ダメよ、私には許嫁がいるから。許嫁？そいつが好きなの？まさか、あんな無神経で思いやりのないやつ。元はといえば親同士が勝手に決めた許嫁なのよ。だったら気にすることなんかないじゃないか。え？そいつが来たら叩きのめしてやるさ。あの何事だ？侵入者を取り逃がしました。全力を挙げて捕まえろ、一人も逃がすな。心配ない、すぐに戻るから待っていて。どうしてこうなっちゃうの？まるで迷路だぜ。こうなったら手分けして別々に助け出すしかなさそうだ。そうだな。では、おお、あ、で、わしらはこっちじゃ。かな、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 かな。私と結婚したかったら高価なものを用意することね。うん、例えばでっかいダイヤモンドとか金の延べ棒とかね。無事か？私は平気だけど、クノーちゃんが。いや、大丈夫ですか、クノー先輩。己化け犬、この苦悩立て分けを愚弄しよって成敗してくれる。そこへ直れ。こちらから行くぞ。チェラー。あうあうあう。こいつ
ですね。チキ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 。ダメだこりゃ。仕方ねえ、俺が相手だ。行くぜデカイノ。待て、勝負はこれからだ。行くぞバケ犬。チャッチャッチャッ。文句のちゃんたら、だらしないわね。お手、おい、なびき、お手よ、お手。よしよし、お利口ね。次はチンチン。くせ、えらいわ。じゃあご褒美あげるわね。ほら、とってらっしゃい、それ。なんだ？私、ペットの扱いには慣れてるのよね。あ、おっと、こうしちゃいらんね。なびき、先輩頼むぜ。ああ、こんなにやられちゃって。くのおちゃん、くのおちゃん。おのれ化け犬、どこだ？どっか行っちゃったわ。ふん、僕の立ちさばきに恐れをなして逃げよったな。たわいもない。はぁそういうことにしといてあげるわ。あかねー、かすみー、返事をしておくれ。お父さん、かすみ、無事だったのか。え、よかった。かすみ、この方は？この島の兵士さん、私にお料理作ってほしいんですって。ああ、かすみ、腕によりをかけて作って差し上げなさい。はい、お父さん。私、お前と付き合う気、これっぽっちもないね。そうか。では仕方がない。力づくというわけね。でも、除血族の女、甘く見ない方がいいね。除血族？ますます気に入った。私には、もういい人がいるね。私を倒した強い男。シャンプー！ラム！おや。大当たりだったようじゃな。彼が君の良き男か？ではお相手いたそう。違う。オラとやろうって言うだな。いい度胸じゃ、そりゃ。うっそ、ちょっと待つな。オラはお前を倒してシャンプーを奪い返すぞ。よかろう。だが私が勝ったら、あの女は私の嫁にするぞ。冗談じゃない、勝手なこと許さないで。シャンプー、心配しなくていいだ。オラは必ず勝つ。シャー、もらったな。どこじゃ、どうさ行ったな。うわっ、よくかわせたな。当たり前じゃ。どっちが勝っても私には関係ないね。なかなかやるではないか。なればこちらも全力を尽くそう。受けてみよう、晴れ吹雪。なんじゃ、しまった。ムース、何やってるか。さてと、負けを認めるかね。いやじゃ。では仕方がない。ムース、助け立ちするな。どうじゃ、思い知ったか仮面野郎。私を本気にさせるとは、後悔することになるぞ。してるという。あつま、悪気はないんじゃが。いい度胸だ。貴様ら生かしてここから出さん覚悟しよう、マゾンナ。シャンプー。動け前、神経節を正確に貫いたのだからな。女、どうだ？嫁になれば助けてやってもよいぞ。お前の嫁になるくらいなら死んだ方がマシね。そうか。ではその望み叶えてやるわ。待つぞ。ん？シャンプーに手を出すな。バカがなぜ動ける。このくたばりとこないがとどめだ。うわっ、そんなバカな、貴様痛みを感じないのか。ムス、シャンプー、オラは勝っただ。マジ！
シャンプーは俺の嫁じゃ。ムーさん、本当にバカな男ね。アカネさん、リョウガやないか。右京だけか。それじゃあ、こら、リョウガ、せっかく来たんやったらちゃんと助けていかんかい。白状も、俺はあいにくアカネさんを探すのに忙しいんだ。あんた、この状況が見えへんの？若い乙女をこんな野獣と一緒にしといたら何されるかわからへんや。あの、うちかてほんまは不本意やけど贅沢言ってる場合やないから、頭下げて頼んどるやないか。いつ下げた？大体こんなことになったのも自分のせいだろうが。俺は忠告したぜ。男が過ぎたことをいつまでもぐちぐちと。みっともないで、男らしいところを見せたらどうや。なんとでも言え。じゃあな。一人で茜ちゃんのところたどり着けるの？うちのこと助けてくれたら一緒に連れてってあげてもええけどな。本当だな、約束だぞ。女に二言はあらへん。喋ってもよろしいか？どうぞ。今のは拙者に勝った時の約束であろう。サルトル必殺奥義、影落とし。何？無駄だ。この技は神経を蝕んでゆくのだ。もはや立っているのがやっとであろう。ヨガ、明るさーん。ヨガくん、ランマ、何しに来たの？え、何って、その。せっかくランマと二人っきりになれたのに、邪魔しないでよね。リョウガ君なんて大っ嫌い。俺は、なんて、不幸なんて。終わったな。俺は不幸の、どん底だ。なんだ？俺を不幸にすると悪格だったな。喰らえ獅子歩行だ！見たか、猿野郎。りょうが、あかねさん、しっかりしいや。あかねちゃんのところへ行くんやろが、まったく世話の焼けるやっちゃな。助けてやったのに、その言い草はねえだろ。方向音痴のくせにえばるんやない？はぁやっぱりダメだわ。あの鍵がないとここは開けられないのに。なせがけ、どこだ！ランマ、聞いて、この下に泉が。出やがったな、マセガキ。僕の部屋に無断で入っておきながらその口の利きよう。失礼にも程がある。ぐっせえ！そいつを渡してもらおうか！それはできない相談だ。誰であろうと茜は渡さぬ。特に君のような不定の輩にはね。まさか、こんな奴が茜の稲付けじゃないだろうね。んなことてめえに関係ねえだろ。渡さねえって言うなら奪い取るまでだ！どこを狙っている？そうか。君はこの瓢箪を狙ってるんだな。欲しければくれてやるさ、こんなもの。やったぜ！これで俺も完璧な男に戻れる！あれ？何、空っぽじゃねえか！騙しやがって！中身の水はどこにある？泉の水は我ら桃源郷の宝。そうやすやすと所在を明かすわけにはいかんな。本気でやるしかねえようだな。面白い。本気とやらを見せてもらおう。くわえ！バカな。俺の剣が戻ってきやがる。もう一度だ。無駄だ。君の剣は僕の体に触れることさえできない。しゃらせ！わあ！これも奴の幻覚なのか。思い知ったろ、君と僕の実力の差を。諦めてここから立ち去るがいい。そういうわけにはいかねえ。その水手に入れるまではだ。まだそのようなことを。ならば今一度見舞ってくれる。受けてみよう、剣術最大奥義。やはりあの剣の光が幻覚を引き起こしてやがるんだ。ランマ、もうやめて。私別に今のままのランマでもいい。だからもう戦わないで。あかね、俺は負けねえ。俺を信じろ。ランマ、ザレ事、これで終わりだ。両剣断撃だ。あの世で後悔するがいい。嫌なことない。
俺に同じ技は通用しねえぜ。所詮は幻、気を確かに持っていれば耐えられるってもんさ。そんな、今まで誰にも破られたことなかったのに。ならばこの手で。茜、それは。トーマくん、ごめんなさい。茜、何をするんだ。来てランマ、この下にあの水が湧く泉があるのよ。なんだって、本当か茜。茜。もちろんお前にもだ。邪魔者はいなくなった。僕と一緒になる決心はついたかい。ダメよトーマくん、私ランマを信じてるの。ランマがきっと助けてくれるって。だからごめんなさい。なぜそこまで信じられる。ランマ、茜は誰にも渡さねえ。茜は俺の命だ。あれが泉か。これでランマも男に戻れるわね。そいつは無理だな。泉は俺がぶっ壊す。やめて、そんなことしたらランマが。お前、俺が今のままでもいいって言ったじゃねえか。でも俺も今の茜が一番だから壊すんだ。ランマ、俺の全ての闘気今この一撃にかける。爆発しろ、俺の闘気。行け。とにかく無事で何よりだ。ごめんね、心配かけちゃって。ごめんなさい茜さん、僕初めて知ったよ。相手を思いやらなくちゃ恋愛なんてできないんだってこと。また一からやり直すことにするよ。お前茜のことを諦めんのか。ええ、ランマさんにはちょっとかないそうにありませんから。ま、俺のことは別にして、そら賢明かもな。こんなにガサツで気の強い女やめといた方が身のためだっちゅうの。君はまだ若いんだもの、きっといいお嫁さんが見つかるわ。ありがとう。じゃあね。この謎書きもどうかしてるぜ。よりによってこんな女に惚れるなんて。ごめんね、まんま。え、私を助けるために泉を潰しちゃって。なに。
泉を潰してしまったというのは誠か？どういうことだ、ランマ。返答次第ではただではおかん。心配ご無用。あの泉は神木の樹液が溜まったもの。また何百年かすれば元通りになるでござる。何百年？お父さん、これからどうする？泳いで帰るわけにもいかんしな。この島はもともと浮島。ちょうど黒潮に乗って北上しておるので、あと一週間もすれば日本へ着くでござる。ラッキー！あと一週間もバカンスをエンジョイできるのね。実はこの服気に入ってるんだ。そうや。日本じゃちょっと着れへん白もんやもんな。日本か。そこで茜さんみたいなお嫁さんを探そう。強がるほど愛しくて泣いてる。